マット・キャロルはアメリカ合衆国の元バスケットボール選手。ペンシルベニア州ピッツバーグ出身。ポジションはシューティングガード。198センチメートル96キログラム。ペンシルベニアを代表する高校生プレイヤーだったキャロルはハットボロー・オージャム高校卒業後ノートルダム大学に進学。1年目から先発に起用され。 最終学年の2002から03シーズンには19.5得点のアベレージを残し、AAP 通信のオールアメリカンチームやビッグイーストカンファレンスのファーストチームに選ばれた。大学卒業後2003年の NBA ドラフトにエントリーするが、どのチームからも指名を受けることはできなかった。夏のサマーリーグではニューヨークニックスに参加するが、最終的なロスターに残ることはできず、 NBA 入りは叶わなかった。しかし03から04シーズン開幕後、ポートランドトレイルブレイザーズとの短期契約に成功し、11月7日のシアトルスーパーソニックス戦で初めて NBA のコートを踏んだ。出場機会はほとんど与えられず、出場した13試合の1試合出場時間平均はわずか3.7分だった。契約満了後、D リーグに下ったキャロルは、 ロアノークダズルと契約。シーズン終盤には、サンアントニオスパーズと、再び短期契約を結び、3試合だけ NBA に戻った。2004年のサマーリーグでは、ゴールデンステートウォーリアーズに参加し、プレシーズンまで残ったが、開幕ロスター入りは叶わず、D リーグのダズルに戻った。D リーグでは、トッププレイヤーだったキャロルは出場した24試合で、 平均20.1得点、3ポイントシュート成功率では60.5%と非常に高い数字を記録し、04から05シーズンの D リーグの MVP に選ばれた。シーズン中の2月にはシャーロット・ボブキャッツと契約し、3月8日のミネソタティン・バーウルブズ戦にて NBA 復帰を果たした。04から05シーズンはシーズン終了までボブキャッツで過ごし、 25試合に出場9.0得点のアベレージを残した。オフにフリーエージェントとなったキャロルだが、ボブキャッツとの再契約に成功し、NBA 選手として05から06シーズンの開幕を迎えることができた。このシーズンは控え選手としてプレーしたが、翌06から07シーズン中盤には、先発に昇格、出場時間も増え、 12.1得点のアベレージと41.6%の高いスリーポイント成功率を記録。さらに、フリースロー成功率90.4%はリーグ2位のランクされ、大きくステップアップを果たした。オフには、ボブキャッツと6年間2700万ドルの長期契約を結んだが、このシーズンを最後に、以後の成績は下降線を描いている。二千八から零九シーズン中、 トレードで、ダラス・マーベリックスに移籍した。シーズン後、トレードでボブキャッツに移籍し、1シーズンでフルスに復帰した。2012年11月13日、ハキム・ボリックとのトレードで、ニューオーリンズ・ホーネッツに移籍するも、11月20日、チームから放出された。ありがとうございます。